はい、2443回始めます。3月17日。いや、完全に日が昇っちゃったね。もう朝何時今？ちょっとね、7時19分、9時まで、10時までかな。喋りますよ。今日は終わるまで。時間かかるな。朝日新聞から。町の職員同士の結婚に退職勧奨ということでね、福井、池田町なのかな、これ。福井県池田町、池田町の内規、内部規定っていうのかな。これがちょっと、物議を醸していると。まあ、職員同士ね、あの役場の職員同士、町の職員の職員同士の男女が結婚したときに、まあね、夫婦ともに町の職員っていうのは、なんていうのかな、町民から見て、あんまり好ましくないっていうことで、内規に書いてあるみたいですね、池田町。町の職員同士が結婚した場合、どちらかが退職を求める、ね、どちらかの退職を求める福井県池田町役場の内規、これが、物議を醸していると。3月13日にあった町議会で議員が撤廃を求めたが、町は継続する意向を示したっていうことで、まあこれ昔からある問題だね。私もね、母親なんかからよく聞いてた、たまにこれ。池田町によると、結婚退職勧奨の内規は1993年に設けられたと。町は内規が必要な理由として、人事配置に制約が生まれる。そうだね、夫婦して同じ職場で公務員やってるわけだから、同じ役場内、町役場内でね、まあ夫婦を同じ部署につけるわけにいかないとかね、夫婦で揃って人事部に置くわけにいかないとかね、そういう多少の制約が生まれるっていうね、それもあると思う。あと、夫婦が上司部下の関係になった時、そうだね、夫婦が、奥さんが上司、夫が部下っていうなる可能性もあるよね。この監督行為が適切に行われるかどうか疑問が生じる、疑義が生じる、あるね。あと、個人情報保護とか守秘義務に基づく、リスク管理が甘くなる恐れがある、この3点を挙げてると。まあその通り、これは全部納得しますね。これまで数組に退職勧奨を行い、実際に退職したケースが複数あったと。退職したのはいずれも女性職員だったと。職員採用面接では内規について伝えておらず、今後は事前に説明するとしていると。で、町長、溝口町長が取材に対して、職員が退職を拒めば無理強いしていないと、で、不利益を被ることはないと話したと。で、内規は2020年の町議会でも議論され、その際、溝口町長は内規ができた経緯について、給与水準が高いとかね、一般に比べて、あと公務員のポストを夫婦揃ってつくことに町民からは疑問、批判の声があったと。これも本当だと思うよ。あと、給与水準が高いっていうのも地方だと、本当だと思うよ。あと、地方公務員の制度改革などを所管する総務省は、人事に関わるため任命権者が判断すること、総務省としてコメントする立場にないとしていると、いうこと。まあまあまあ、これに関してはもうこの記事の通りで、私は町の、この内規に、まあ町のね、職員同士が結婚した時には退職をか、ね、勧告するというか勧奨するって書いてあるのかな、内規に書いてあるのは、私はね、まあ問題ないと思うよ、これは、個人的には、で、それは別に強制してるわけでもないし、恋愛だからね、これ本当に、男女の恋愛だから、ね、職場恋愛、役場で知り合って交際して結婚するっていうのあるじゃないですか。両方とも結婚して、ね、今の仕事辞めたくないっていうんであれば、
続けられるって言うんだからいいんじゃないの。で多少ね、やっぱり夫婦が同じ職場で働くことによっての、具合悪い点ね、制約とかも生まれるし、うん、上司部下の関係になったらどうするんだとかね、うん、あと人事配置の時に夫婦だからね、ひときわ気使うよね、人事課とかで。それもあるし、だからできれば結婚してほしくないと、うん、あと町民感情もあるしね、うん、給与水準田舎の方だったら高いからね公務員、うん、その感情もあるしね。だからそれをもってしてでも辞めたくないって言うんだればそれはそれでいいって言ってんだから、うん、で内規撤廃しろっていう話も撤廃する必要もないと思うしね、うん、これはこれでこれね私もね結構もう何十年30年50年50年は嘘かよく聞かされたね。やっぱり昔から同じ職場で、まあ、公務員、準公務員的なところで働いてる人たちっていうのは、職場結婚した時は大体奥さんがね、うん、女の方が退職すると、寿退社みたいな、うん、こんなのどうやってそうじゃないですか、うん、だからそういう風習っていうか慣習っていうかね、うん、特に公務員の場合はよくあるね、これね、うん、はい、だからこれは、この私はね池田町の判断のそのままでいいんだと思うよ。内規に書いてあるのも別におかしくないし、うん、で強制してるわけじゃないし、で書くには書く理由があるわけだし内規に、うん、でこれまでね複数結婚したケースがあって、うん、退職に至ったケースもあると。その退職に至ったのはいずれも女性だったっていうのもわかるしね、うん、別に男性側が辞めてもよかったわけでね。でこれこのカップルの間で夫婦の間で話し合って女性が辞めてるわけだからね、うん、もしかしたらたまたま女性の方が結婚退職寿退職したかったのかも分かんないし、これは分からないよ、うん、で無理強いはしてないと、うん、職員が退職を拒めば無理強いしてないと、うん、言ってるわけだし、そんでその後の働くにあたって不利益を被ることがないと町長が言ってるのも分かるし、うん、俺は私池田町何の問題もないと思うけどね、これは、うん、町職員同士の結婚に退職勧奨、福井池田町内規が物議っていうことで、私は物議何もないと思うよ、うん、これ朝日新聞書いてるんだけど、はい、まあ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 昔からある永遠のテーマっていうかなんていうかね、まあ田舎に行けば行くほどね、うん、エリートだから、町役場に勤めてる人は、はい、都会だとね、そうでもないんだけどね、もっといい職場がいっぱいあるみたいなね、給与水準高いところいっぱいあるから、田舎だとやっぱりね、役場とか役所関係勤めてる人っていうのはね、若干エリート感覚あるんだよね、はい、終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。